今日はデビルロボッツ2010新年会に来てます、来てるスタッフの皆さんといろんな人にお話を聞いてみたいと思います。軍勢の竹内です。どうもこんにちは。2月3日に原宿のキャットストリートで、軍勢のボディーワイルドのブランドで新しいショップができます。デビルの北井さんの、パンツも、堂々と、販売しておりますので、ぜひ、皆さんお越しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、デビルロボッツ池上くんです。どうもよろしくお願いします。今年の抱負は、人とつながることです。はい。いや、今まであまりにもこう引きこもってたから、今年はいろんな人と会って仲良くなっていこうかなと思ってます。マットバーバリアンズの2人です。受けましておめでとうございます。おめでとうございます。何しゃべる？ちょっと今年の抱負なんか。今年2010年。あ、もうちょっとしてからの方が多分面白いことないです。で、今年の抱負は10周年の展示をします。どこでやる？まず第1弾はアパレルブランドを立ち上げて、2月に新宿怪獣ブルー、新宿の丸いワンの1階でやらせてもらいます。それ以降はまだ秘密。それ以降は徐々に。とりあえずアパレルよろしく。今年の抱負ですか。梶原と言います。はい、こんばんは。どういう職業を？広告の、企画制作会社のプロデューサーをやってます。今年なし一押しの企画は？一押しの企画というか、今プロ野球の60周年の企画をやってます。はい、12球団合同で60人のアーティストを集めて、ベースボールアートを、仕掛けています。それどっか展示とか？そうですね、ミッドタウンで立ち上がって、ここから全国を回す感じですね。はい。デビルロボッツの最年長、吉蔵です。よろしく。今年のテーマはあがく、あがいてあがる。もうね、とにかくもうなんちゅうの、もう暗いこと言うててもしょうがないから、ジタバタする、ジタバタしまくります。よろしくお願いします。じゃあ、引き続き渋谷 P で働いてる甲田と申します。今年の抱負はですね、やっぱり交流をやってる以上は、お客様に楽しんでいただけるっていう、そこをモットーに、ぜひ頑張っていきたいなというふうに思ってます。まあ、ちょっと会社名を出すと上位に怒られちゃうというのがあるので、出せないんですけども、まあ、ぜひそういったイベント等々でひょっとしたらという思う節がありましたら、ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。アドビーシステムズの西村です。今年の抱負？今年の抱負ですか？ですね、iPhone のアプリケーション書き出せるフラッシュが、そろそろ皆様の手元に届くと思うので、今年はそこのところガンガン宣伝していきたいなと思ってます。あと、今度は FITC ってイベントでアムステルダムに行ってくるんで、日本のフラッシャーの方々と行ってくるんですけども、まあ、そこでちょっと楽しんでこようかななんて思ってます。えい。東京ピッチャーの草薙と申します。2010年はどんな？2010年はマカオで一儲けしたですね。まあそんな感じで、そうですね、僕マカオにちょっと行ってすごいお金をすりまして、もう一回来年は行きたいなと思って、来年というか今年ですね、行こうかなと思ってます。国内は何？国内はもうダメじゃないかなと。そうですね、すいません。本当今年世界征服します。はい、とりあえず小学生シンガポールから攻めます。ああ、リアルのところ、リアル。あと、その前に練馬を攻めます。練馬を攻めます。練馬制圧。練馬制圧。